5月の筒ジと安陽院、法教院と安陽院は、神奈川県鎌倉市大町にある浄土宗の寺院。3号は、祇園山。次号は、長楽寺。本尊は、阿弥陀如来。千住観音を安置し、坂道33箇所、鎌倉33観音霊場第3番札所である。この寺の歴史には、長楽寺、善道寺、田代寺という3つの全身寺院が関係している。 長楽寺は、1225年、北条政子が夫である、源頼朝の母体を弔うため、長瀬笹目が谷に、元行を解散として創建した寺と伝えられる。三号王、義王山と申し、立州の寺院であった。長楽寺は、1333年陛下により、消失し、大町にあった、禅道寺に統合され、安養院長楽寺とこうした。なお、 安養院は、政子の法号から取られたものである。一方、田代寺は1192年、田代信綱が、御子とのりを解散として、引き返すに混流したのに始まると伝えられ、江戸時代になった安養院に統合された。千住観音は、田代寺にあったもので、田代観音とも称されている。本堂内には、寺の本尊の阿弥陀如来座像の背後に、 札所本尊の千手観音立像を安置する。ありがとうございます。